方針演技方針演技の登場人物一覧、新公表新公表は、秋代の神解小説、方針演技の登場人物。方針演技以前に成立した師書や同教説は、小説や戯曲に、名が見えないことから、方針演技の作者の創作と思われる。原始天孫の弟子で、教師がの弟弟子。白い虎にまたがり、封剣と開け天玉を持つ。第十七回で、 教師側、原始天孫から、誰に呼ばれても決して振り向いてはならないと強く、命じられて、コンロギ山から降りる。だが、教師側、新公表に名を呼ばれると、彼が、弟で死だったこともあり、つい言いつけに背いてしまった。新公表は、教師が,が、死の命令で召集革命を進めているにもかかわらず、自分と共に将を助け、州を滅ぼすようそそのかした。 教師がが断ると、新公票は怒り出し、俺は頭を切って飛ばすことができると、己の力を誇示した。そのため、教師がはつい、そんなことが本当にできるのなら、方針棒を焼いてお前と一緒に章に行ってもいいと約束してしまう。新公票は、言葉通り自ら剣で首を切断したが、言葉通り切り口からは一滴持ちがこぼれず、銅から切り離された頭は空を飛んだ。 だが二人のやりとりを見ていた南極洗脳が、新興票の頭を南海に捨てるよう白鶴同時に、命じたため、新興票は死の危機に瀕する。教師がの必死に命乞いによって、新興票は許されるが、彼は自分の命を救ったはずの兄弟子を逆恨みし、以降、幾人もの同士や妖怪をそそのかし、教師がの命を執拗うに付け狙った。後に、 カレ聖母によって傷つけられた教師賀の前に現れ、彼の息の根を止めようとしたが、クルーソンによって捕らえられた。その時、原始天孫の前で、再び滋賀の邪魔をすれば、北海岸に閉じ込められても構わないと、口先だけの誓いを立てる。その後、万仙人で、説教陣営に加担したが、説教側が破れると再び捕らえられ、誓い通りに、北海岸に封じられた。 方針棒の最後に、名が載せられており、冬は海水を凍らせ夏は氷を溶かす、分水将軍に封じられた。作中では、命の恩人を殺そうとしたり、高原を漏して、他人をそそのかしたり、在庄、佐藤と球断されたりと、鉄刀鉄尾、陰剣で執念深い、悪人として描かれている。方針演技が下敷きにした、武王罰、中平和や、 春秋列国四殿には名が見えず、師書に名がある人物でもないため、方針演技上の創作であると思われる。また新公表が封じられた文水将軍という神格は架空のものだが、方針演技の流行により実際に秒が立てられたこともある。新公表が登場してから北海岸の誓いを立てるまでに現れた将へのスケットの多くは、新公表の仕業によるものである。 いかに、新公表が関与したことで、教師がと敵対した人物を挙げる。前項までで解説したように、方針演技において、新公票は、純然たる悪人である。だが、1988年に講談社から発刊された、あのうつとむの変役では、新公票は、性格や行動、実力、作中での役割まで、大幅に改変を加えられ、 全く別の人物にされている。最大の違いは、あのう版の進行表は、教師がを憎んでおらず、悪人でもないという点である。原作で、進行表が、教師がと敵対するのは、白鶴同時に頭を奪われる事件がきっかけだが、あのう版ではこのエピソード自体が削除されたため、教師がへの不快に苦しみもなく、全員エピソードにおいて、進行表に関する記述が書き換えられている。 あのうバン、新公表の行動理由は、アマネスへの完全たる犯行であり、そのため証拠の歪んだ悪人ではなく、影の正義の味方のように位置づけられている。原作における点数があくまで避けられない運命であるのに対し、あのうバンは天界の陰謀と意味が大幅に変えられていることも、新公表の印象の違いに大きく作用している。このほか、あのうばは殺害を、 殺人衝動として扱うなど、本来正義であるはずの戦況が、非人道的な集団であるかのような描写が多く、方針計画を邪魔する、新公表の行動が正当化されている。さらに、あのウーバンでは、巨有と同一人物で、人間時代に定位を拒否した、老子の庇護を受けている、世話好きで人海で人気が高い、理不尽なことを見ると黙っていられないなど、原作とは、 正反対のイメージを持つ設定が大量に追加された。しかし同時に、作中で自らを、バカな正義の味方と断言し、うん中子から、それは、正義ではなくただの嫌がらせだと批判されると、その両方ですと肯定するなど、情熱と定感と非肉を交えた多面的な人物である。あのうは、あのう番方針演技を、後に、小説形式で展開していく。 中華思想論のための布石と位置づけており、その一環として自身の意見として多くの改変を加えているが、そうした意見の解説を新行表が行うことが多いので、あのう番、新行表は中華思想論のための解説者であるとも言える。以後のあのうの作品では解説者としての役回りは不特定多数の人物が随所で担っている。だが、このようなあのう番の描写は、 秋代から現在にかけて中国に深く浸透している新公表像とは全く異なるものであり中国の劇やドラマアニメ作品はもちろんのこと日本でも公営や集営者といった講談者以外の翻訳に見ることはないいかに原作とあの版の主な違いを挙げるこのように原作と大幅に異なる新公表像だがあの版が 方針演技を原作とした創作小説ではなくあくまで訳と称して刊行されていることや、藤崎龍による同盟の少年漫画や NHK 制作のラジオドラマなど、あの腕腕をもとにした派生作品の存在により、これらの現代日本の一個人の創作に過ぎない、設定を中国に伝わる本来の物語のものだと誤解しているものも多い。専門家以外が表した書籍や、 ウェブサイトには、あのウばんの創作によって誤解した新好表像を紹介したものもある。あのウばんの新好表は、原作の悪人像とは対照的に好意的に受け入れられる人物像であることから、ファンも存在するが、数百年以上伝わる伝統的なイメージを無視し、誤解を広めていることや、悪役としての本来の魅力を伝えていないことから、批判の声も少なくない。 ありがとうございます。